めいて Dreamy Dreamy 時を駆け抜け Shine Life 大きなめいて冷めないで Feeny Feeny 忘れない涙の夜越えていこう。これからちょっとそのデビューに向けて、まあ、YouTuber 的なこともやったり、またちょっと路上ライブちょっとやったり、まあいろんなことちょっとやっていこうかなと思ってんねんけど、なんか終わりに近づいていってるみたいなこと言ってたから、今日はねちょっとねゲスト呼んでまして、あと入れて、おーい入れて、カズマ呼んでます今日は。お疲れ様です。お疲れ様です。これずっと配信回ってるんか、やっぱりなんかあんま見られてる感じがちょっと嫌なの。あ、どうもなるほど、そうか。まあメジャーデビューしたいってことなんやな。だってな、もうこの話が出てるってことは、それはキアラちゃんも含めて4人とも、はい、じゃあまずやっぱメジャーデビューっていうのがあるんや、自分の頭の中で。この活動の先にそこはこうクリアしたいみたいなところなんや。そのメジャーデビューしたい理由って何なの？めっちゃ気になるんだけど。え、これ YouTube で使われるやつやな、これな。そうです。よっしゃ、ちょっと YouTube 使われる用の特徴。メジャーってそうです。はい。そうそう、まあまあ、それはまあ冗談やけど、まあまあ、ちょっとまあ俺はいつも通りちょっと肩の力抜いて、まあやるけども。え、なんでメジャーデビューしたいんじゃ？これはちょっと。森吉は？まず、この吉でこう、ファーストシングル出すってなった時から、何を目標にまずやったらいいかなで、まあ、そこで思って、で、まあ、メジャーデビューを目標が一つ、大きい目標が欲しかったんで、この音楽をやるにつれてね。で、あのメジャーデビューしたいって思って、このちゃんに、まあ、メジャーデビューしたいねみたいなことを言ったら同じ思いやったんで、じゃあこの記者の目標としてメジャーデビューを大きな目標の一つとして、それに向かって頑張ろうって二人で話して決まりました。なるほどな。音楽をやる上でその目標が欲しいから、じゃあ目標メジャーデビューにしようっていう設定やねんな、はい、なるほどな、まあ、目標ね、そういうことか。なるほど。コナちゃんも一緒？去年の夏にゼップをキラネとツーマンにして、ゼップで終わりたくないっていうのがまず大きいくあって、そのジェップが終わった時に、で、その前も後もキイチと何回か話してて、やっぱジェップで終わってもあれやなってなってた時に、もともとのその目標がメジャーデビューやったんで、そのジェップのもう一個上を目指そうってなって、メジャーデビューしたいな。なるほど。そのまあステージをでかくしたいからメジャーデビューしたいってこと、イコールで言ったら、うん、ゼップで終わりたくないっていう。なるほどね。まあ俺は今聞いた中で言ったら、まあちょっとそのステージをこうもう一個その先に行きたいから、まあデビューしたいっていうことに聞こえたけど、まあまあゼップで終わりたくないって、まあステージを手掛くしたいみたいなことなのな、多分メジャーデビューしたらっていうこっちゃな。天性はなんでメジャーデビューしたいん？メジャーデビューを、まあ、したいはしたいですけど、うん、まあ、それより小さい頃に尾崎裕哉って知ってます？尾崎豊か？豊かの息子なんですけど。そうやな、はい。その人のライブを見て、でっかいホールでやってたんですけど、で、自分もこんなでっかいところで歌って、めっちゃたくさんの人がいる中で自分も歌いたいなって思ってたので、なんかそれに向かってっていうか、それを目指してやっていきたいなって自分の中では思ってて、でそれで見つけたのがこのカラオケバトルみたいな、カラオケ大会でこの事務所に見つけて、でそっから
そうですね、大きい舞台に立ちたいなって気持ちがある中でも、その次にあのメジャーデビューが来るかなっていう気持ちです。なるほどな。まあそのあれやな、そのメジャーデビューしたいみたいなこう明確な理由っていうのはそんなになんかこう定かではない感じやな。でもな、3人の中でなんかぼやっとしてるようなメジャーデビューっていうものに対して、だからなんか今天性と、俺はまあ天性とこのちゃんが言った感じで結構似てると思うんだけど、そのまあ、なんか憧れを持ってたりとかメジャーデビューっていうのに、でまあメジャーデビューしたらなんかこう今何こう大きいステージに行けるみたいな、もうちょっともうゼップじゃなくてもう一個先に行けるみたいな感じかもしれないけど、今の話聞いた中で言うと全部別にメジャーデビューせんくても叶えられるっちゃ叶えられるかなって俺思うねんな、その話で言うと。だからなんかそのメジャーデビューっていうのになんかこう何か憧れを抱いてるんやろな。そのまあメジャーデビューって何やと思うって聞かれたら何になるんじゃ。いろんな人が今以上に協力してくれるというか、自分たちのこに力をこう貸してくれるっていうのがメジャーデビューかな。まあ、でもそのまあ正味多分俺らが当時そのなんやろメジャーデビューって何って聞かれたらまあなんて答えてたか、俺はまあ明確な目標があったから、そのメジャーデビューっていう、なんでメジャーデビューしたいかっていうその聞かれた時俺が答える目標があったから、俺がもう音楽始めた時はあのちょうどみんな同級生が大学に行く年に俺はその音楽始めてたから、大学受験せずに大学行かずにその音楽をやるって決めて、でそのまあ親から言われてたとかっていうのもあんねんけど、まあ自分だからこう期限を作らないとって俺は思ってたから、自分の同級生がその1年生で大学1年生で大学4年生になって22の時に卒業して、まあ言ったら社会人になる、その時までに音楽を仕事にしたいと思ってた俺は。でメジャーデビューっていうのがあのちゃんと音楽が仕事になるっていうことやと俺は思ってたから、俺はメジャーデビューしたいっていうのをずっと強く思っててんけど、まあ、実際まあそうあの何音楽が仕事になるイコールメジャーデビューなのかって言ったらそういうわけじゃないねんけど、まあ、みんなのなんで聞き、なんていうそのみんながメジャーデビューっていうのをどう考えてるんかなっていうのを聞きたかったからちょっと俺質問したんやけど、実際そのメロフロとメジャーデビューした時にあのケント、まあ、メンバーなケントって言ってんけど、ケントとかもメジャーデビュー何メジャーデビューしたからもう売れるみたいな思って。でね、ケントとかってメジャーデビューイコール売れるやみたいな、であのなんかこう発表した時にバカンス行ってきますみたいなとかあの写真載せてたりもしてたし、そのブログとかにそのファンの子とかになんか俺ら東京行ったりしてもあの大阪のみんなのこと忘れへんからなみたいなとかってケント書いてたんや、まあ、ケントはまあそういうキャラというかあのまあそういうなんかちょっと抜けてるのも面白いところやったから、まあまあ、今振り返ったらそれも面白かったなと思うけど、ただあのなんていうのメジャーデビューってもうあくまでも俺そこからがスタートラインやと思ってるから、その例えばこのちゃん言ったように自分でチケット今こう手売りとかして、まあしんどいやんそれって、自分 の, あのことを自分でさこうプロモーションするわけやから、でそれをしてこうお客さん集めて、まあ、数えるぐらいしか来てくれてないっていうのって、これってメジャーデビューしても別にそんなすぐ変わることじゃないと思うねんな。それに関して言うと結局だってそもそももっとこう手前の話するとそのインディーズで結果が出せてないのにそのメジャーでもいけるわけないやんって俺は思ったりするねんな。そうそう、だからそのなんやろうな、そのメジャーデビューしたから一気に何が変わるっていうことはないとまず思ってた方がいいと思う。そこにもし何か憧れを抱いてるのであればな、その初めから分かってた方がいいと思うし、メジャーデビューしたからこう輝かしい世界が待ってるんやって、そういうわけではないから延長線上やと思った方がいいし、メジャーデビューっていうのはもう通過点として持っとかないとあかんと思うねんな。その後どうするかっていうところまでちゃんと自分たちの中でこうあの決めてるものがないと、メジャーデビューした途端に多分全部幻想とかが崩れてもっとしんどくなると思う。で俺はその
メジャーデビューしてしんどかったことが、まあ大きく分けたら3つあんだよな俺は。1つはそのプレッシャーがやっぱりでかかってんな、そのメジャーデビューってしてから、してから経験したしんどかったこと、俺の中で1個はプレッシャーで、もう1個が思い通りにこういかへんことが多いっていう。で3つ目がまあこれもシンプルなことでお金の面で、まあこう一個一個説明していくと、そのメジャーデビューしてしんどかったほどのその位置のプレッシャーっていうのは、まあ森吉も言ったけど関わる人が増えるんやんか、やっぱりメジャーデビューしたら。それはやっぱそうだね、ほんまに。もしかしたらそのなんかこうそのこの中の話で出たかもしれんけど、そのなんやろ、こう一枚の CD 作るのにもこういろんな人がやっぱ関わるし、例えばジャケット一枚にしてもなんかもう服装から何なんかそういうのな決めてくれる人もいたりとかで、関わる人がまず増えるから、そのなんていうの、分かりやすく言ったらまあまあ数字かな、数字がやっぱりこう大きなプレッシャーになると思う。だってやっぱこうCD とか出してもやっぱ見られるのってそこやからさ、今とかやったらさなんかまあ一応頑張ったりとかして努力をさ認めてくれたりする人がさ近くで見てくれてるからまだそうやってできるけど、もう全然離れたところの俺ら以外にもいっぱいアーティストっているから、そういう人たちをいるわけやから、そうやな、プレッシャーの中にも、まあ、3つあるね俺の中では。プレッシャーの中での1つが数字で、もう1つが期待されるってことやな、でもう1つが結果。どこ数字っていうのは売上の枚数とか、まあ、集客とかもさし、まあ、それは集客で関わる人の数、今とかで自分で頑張ってやってるからさできんかったとしても、まあその、まあ、自分のなんかもうちょっと頑張ればよかったかなみたいなとかどうあるかもしれんけど、その例えばインスタライブとかお店の中でライブしたりする時とかも、今とかやったらこう少ない人数でさ動いてとかできるけど、そのメジャーとかやったらメジャーの人もやっぱり来て関係者みたいなこう来たりするわけよ。で人が増えてる分その人たちの分も俺らが頑張られたわけやから、お金もかかってるしその人たちも。でそれでさこう何全然人が来てなかった、ライブするのにも人が来てなかったりとかしたら、やっぱ今以上にめっちゃわーってメジャーデビューしてんのにわこれなんやって自分自身もなると思うし、周りの見られ方もそうなってくる。メジャーデビューってやっぱ一応、まあ、今でこそさそういうなんかなくなっては来てると思うんだけども、その境目みたいなんて、でもプロやんメジャーデビューって、もうほんまに素人じゃないからさ絶対プロなわけやん、そのメジャーの看板を背負って立ってるわけやから、それでこれなんやって思われたりするのって辛いで、ほんまに俺めっちゃしんどかったもんそれ。うわインスタライブとかだって全国でやんねんで、そのさ北海道とかでさ例えばインスタライブとかやってももう知ってる人も全然おらへんし、そこで始まる前に自分たちでやんねんで、だってこうやって紙配ってさ来てくださいみたいな、それメジャーになってもやってるから変わってないやんと思ったもん、別にやってることってとか。それでまあ人だけ関わってて結局 CD も何枚売れたかっていうのはやっぱ見てるからさ、今でインディーズやってる以上にやっぱ見てるから、そこってだって CD 出して売れませんでした、じゃあ次作ろうかってならへんやん、それでもっとこうお金抑えてとかってなってくるし、やっぱりでそういうプレッシャーがまずきつほんまに。で期待やな、もうできて当たり前みたいな、その華やかな世界をこう描いてると思うんだけど、ほんまもうすごい人たちばっかりやから周り見てもそこにやっぱこう勝ち上がっていかないとあかんから、まあ勝負音楽ってまあ別に戦いではないかもしれんけど、でもいいと思われないと聞かれへんし、特に今の時代が余計そうやと思うから、だからそういうプレッシャーの中の一つ数字もしんどい、まあ期待されるからこれもしんどい、あとやっぱ結果やな、家庭を頑張るのも当たり前で結果はやっぱ見られるから、
そういうのはやっぱりきついでっていうのは、俺はメジャーデビューしたいんやったら俺はもう言っといてあげたいな。ほんまに幻を多分抱いてる人たちが多いと思うから、まあトントン拍子で言ってる人もいると思うで、それは俺らの実力不足っていうのはそうやねんけど、あとはもうしんどかったことの2つ目で言うと、もう思い通りにならへんことがやっぱり多いから、今とかってまださ、そのちょっとこうあのまあマネージャーいてて、まあ、スタッフさんとこうやり取りして、ほんでまあスケジュールとか、まあまだ早いやん、なんか少人数で動いてるからさ。けどメジャーってやってくると、ほんままあ関わる人が増えてる分、やっぱりこうほうれん草、まあ、その辺の連絡とかもちょっと曖昧やったりする時もあるし、こっちが聞いてないことでもうすでになんか告知されてたりとかでとかもあったし、であとやっぱり曲とかも、まあ今な3人は、まあ、キアラちゃんか4人、トリプル B に関しては別にそこまでこう曲とかに対して携わってるかっていったらそうじゃないから、そこに関してはもしかしたら葛藤ってないかもしれんけど、俺はそのメロフロートでずっと歌詞も書いたりしてきてたから、デビュー前から。今日デビューした瞬間やっぱりこう、まあそのテコ入れというか、俺はいいと思っててもやっぱその関わってる人たちがいるからさ、そこがやっぱり微妙って言ったらやっぱ微妙になるし、それってあそうなんやみたいな、いやでも俺はこっちの方がいいと思うねんけどなってほんま思ってたら、今やったらさ全然な話して私はこっちの方がいいと思いますみたいなとか、まあ各々多分言えると思うねんけど、ほんで聞いてくれることも多分あると思うねん、まだでもそんなんじゃないからさ、あの歌詞とかも何回もこう訂正もあったり、いや次の曲はこういう曲にしようって向こうから言われて、まあそれでいや俺はまあ今これじゃないと思うねんけどなとも思いつつ、でも言うことはできるけど押し切ることはできん。なんでかって言ったら、わかる？なんでかわかる？それって結果が出てないから、やっぱりなこう向こうの方がやっぱりこう何あのそっちの方言ったらメインの人たちやから、俺らプレイヤーやけど、だからプレイヤーとその裏方でやってる人たちとのそのなんでこれじゃないんやろみたいな、その葛藤感とかも今よりももっとすごくなると思う。お金の面とかでもそうやな、うん、メロフロートはでもまあ天野木さんも言ってたし、周り見てもまあ実際そうは思うけど、比較的にそのいい条件でまああのメジャーデビューすることできたからまだあれやったけど、でもまあきつかったな。なんか そういうのも聞いた、なんか CD のさ何パーセントがこうでみたいなとかで聞いた、聞いてるよな、そういうのな。そうやね、だって向こうの人もあのメジャーデビューしたらそっちのほんま関わる人が増えるから、ほんまにだから今までと同じ枚数とか今までと同じあの結果じゃもうあかんねん、それは絶対に。なんかそれを踏まえた上でなんか質問したいこととかある？聞きたいこととかあったりする？そのメジャーデビューってどうな、まあ、デビューしてからのことでもいいし、あんま俺覚えてないねんけど正直。そのメジャーデビューして、うん、そのしんどくてインディーズに戻りたいなって思ったことはあるんですか？お前それ聞けって言われたやろ。それ言われたあんまり、はい、インディーズ戻りたいなと思ったことを、戻りたいなと思ったことはない。でもインディーズにしかない良さがあるから、そこを羨ましく思った時はあるな。戻りたいと思ったことはないで、やっぱりこう目標やったしメジャーデビューって、で戻るってことはなんか落ちたってことやと俺はその時思ってたから、戻りたいって思ってたら多分頑張れてなかったな。逆に戻りたくないから俺は多分頑張ってたと思うけど、ただそのいいなって思う瞬間はあったな。インディーズのここはインディーズのいいとこやったなみたいな、曲作る時とかもそうやったし。メジャーデビューして一番その、こう気づかったこととかじゃなく、あのもともここでもともと
いてくれてた人とか、まあ、協力してくれてた人とかとの関わりって言ったらあれけど、何が一番大きく変わるか、変わったこと、変化したこと、メジャーデビューして変化したこと、一番大きかったことか。一番って何やろうな。一番か、一番はまあ難しいな、分からへんけど、インディーズからメジャーになって変わったことで言うと、やっぱ思い当たるので言うと、まあ関わる人の数が増えたっていうのと、あとはここに行って、ここでインディーズでやってた時は基本的にまあ路上ライブがメインやったけど、そこにプラスでまあプロモーションの一つとして、まあラジオに出たりとか、なんか何やったかな、テレビの、 コメント撮りみたいなとかやったり、まあそのウェブサイトのネット記事みたいなのインタビューをこう受けて、それがネットに上がったりとか、そういうまあプロモーション的なところで言うと、路上ライブ以外になんか経験したことないプロモーションの仕方を経験したりはできたなっていうのはあるな、変わったところで言うと。まあその先で言うと、まあなんかこうボルトのエンディングを撮れたみたいなとか、決まったとか、なんか何ていうか、駿台予備校 CM ソング撮れたみたいなとか、そういうのとかかな。全体的にはなんか質は上がった気はするけど、その作品の時間かかる、かけてる時間とかも変わったりしてるから、あるなんか質問はとかないですね。何か質問してくれないと喋られへんで。なんか俺だって怒ってるみたいになってるやん。変な空気ずっとなってるやん。多分この画面越しに見てると、なんかこいつやばい、偉そうやなって多分思われてるかもしれん。俺生配信じゃなくてよかった、練習で。そうか、他なんか質問ない。なんか聞き、だって聞けること、あの言えることだったら今全然答えれるけどな。そのもし気になることがあれば何個でも。別にそのさっきも言ってたように、別にそれはメジャーせんくてもここでできるやんみたいな。でそのメジャーからここに戻ってきた時に思ったことはありますか？別にメジャーデビューせんくてよかったやんって思ったってこと？っていうか、そういうふうに思ったことありますか？メジャーデビューせんくてよかったって思ったことってこと？え、俺なんて言った今？メジャーデビューせんくてよかったなって感じたことってこと？せんくてもできたみたいな。せんくてもできた、メジャーデビューじゃなくてもここでできたやんっていう、うん、あ、メジャーデビューして経験したことで別にメジャーいかんくても経験できたやんって思うことがあったかってこと？メジャーい、ああそういうことな。メジャーデビューしてやった経験したことの中で、インディーズでもこれできたやんっていうこと？正直それで言うと、まあ結構あると思うで俺。メジャーデビューじゃなくてもできたことって結構いっぱいあると思う。結局自分に魅力があったりとか、誰か人がついてくるような、要素が自分にあれば、やっぱおのずと人って勝手に集まってくるからさ。それで言うと俺はメジャーデビューして、初めてそのスタイリストがついたりみたいなとかで経験したけど、でももしかしたら今でもな、そのめっちゃインディーズでもちゃんとこうなんかそういうのやりたいですっていう人が寄ってくることもあるかもしれんし、それはだから別にメジャーデビューじゃなくてもできたことっていっぱいあるとは思うけど、ただメジャーデビューしてしんどかったこと俺言ったやん、これしんどかったみたいな、これはしんどかった、でこれもしんどかったって、しんどかったこと並べて、なんかメジャーデビューってしんどいでやめといた方がいいでっていう風に聞こえてるかもしれへんねんけど今。ただ俺は正直メジャーデビューしてよかったなと俺は思ってるから、全てトータルひっくるめて。だからメジャーデビューせんかったらよかったって思ったことも一度もないし、そのメジャーデビューで経験したこと
で、メジャーデビューしてから経験したことやけど、インディーズでも実はこれって経験できたよねっていうことも確かに何個かあった。それは何個かある。もしかしたら、まあ、全部は無理やと思うけど、半分ぐらいはインディーズでも経験できたかもしれんなと思う。それで言うと、いやけどそれってメジャーデビュー経験した人しか分からへんから。それは俺は今こうやってパーって喋ってメジャーデビューしんどいでみたいなことをほんま言って、なんかこうメジャーデビューをこう遠ざけるような発言聞こえたと思うねん。なんかこいつと思ったと思うねん。なんか自信が多分こうなくなったか分からんけど。何？びっくりした。何？